皆さんおはようございます。今日は8月30日、今朝の5時29分です。風はね、南の風ですね。だからでしょうかね、随分湿ったね空気ですね。今朝はちょっとムシムシ、でもあまり気温が高くないので、今気温が27度ですかね。いつもだと8月だと29度くらいもうこの時間でありましたけどね、まあ、2度違うだけで少し涼しく感じますけれど、まあ、太陽がね今昇ってきましたので、今日の日中は結構蒸し暑いかもしれません。涼しくないかもしれないですね。もう8月も30日ですからね、今日ともう明日で9月が来ちゃいますね。皆さん、やり残した今年の夏ですね、夏やり残したことはありませんか？大丈夫ですか？もうあと今日と明日しかないですよ。今日木曜日ですかね、だからほとんど私以外は、ね、誰もいませんね。夏の間というか8月中はね、結構平日でもね、たくさんの人がね、この時間にも釣りやってる人とか親子連れとかね、そこら辺でテント張ってる人とか結構いたんですけど、今日は誰もいないですね。ほぼ私だけですね。もうずっと向こうにね、音玉が、ずっとでもないですけどね、歩けば5、6分でしょうかね、そこにまあ音玉が見えますけどね。まあ今朝はね、まあまあ綺麗な朝日が昇ってきました。またね、最後に貼っておきます、まあ、ちゃんと撮れてればね、皆さんにお届けしたいと思うんですけど、最近ね、私は断捨離っていうわけじゃないんですけど、要はお金に困ってね、部屋の中にあるものを、まあ、オークションとか、まあ、メルカリみたいなものでね、売ってるんですけれど、まあ、それは生活のためなんですけどね、まあ、今アルバイトがね、トランスポーターのアルバイトしかなくて、月家賃くらいにしかならないので、残りの生活費をね、なんとかあと2ヶ月くらい我慢すればね、まあ、大根が始まるんですけど、それまで、まあ、収入というのがね、ほぼないので、まあ、ここ3、4年というのは私はもう5年まだ4年か丸4年ですかね、もう年収100万円以下とか100万円くらいの生活をしてきました。まあ家賃がね、年収の半分が家賃ですね。あとはもう本当食べていく、だから1月の生活費が、家賃以外の生活費っていうのは、まあ約50万まあ60万くらいかな、だから月5万円くらいで私は生きてきたんですね。まあもちろんね、当然それじゃ無理なんですよ、電話代、電気代、ガス代、あと本当にもう生活費は残り1万円くらい、猫のご飯とかもありますからね、もうそしたらそれで終わりですよね。よく生きてきましたね、私もね。まあやはり去年も今頃はそうやってなんか物を売ってたような気がします。それでなんとかね、あとまあ、私の YouTube を見てくださってる皆さんからね、まあ本当冗談抜きで施しを受けて、まあ、それ以外のね、方から、まあ、皆さんの善意とかで応援していただいたり、あとスーパーチャットとかそういったもので金銭的にもね応援していただいたり、まあ、最近はねなんか物を作って販売したりしてますけれど、ありがとうございます。まあそうやってね、人様のお情けにすがって、まあ、なんとか今日まで生きて来られました。でね、最近本当思うんですけれど、あ、それはそうだ、この辺にクラゲがいますね。もう海はクラゲがいるのかもしれませんね。
最近思うんですけれど、私はねここ、まあ、会社を潰してからっていうのは、まあ、結構その潰した時点では物がいっぱいあって、それでねその物はコンテナルームに入れてて、でもコンテナルームもねお金がかかっちゃうので、部屋の中に持ってきたらもう部屋の中が物だらけになっちゃって、それもなんか、まあ、ゴミみたいなもんなんですけどね。でも今はゴミもね捨てることができませんから簡単にはね、それをまあちょっとずつ、まあ、お金になりそうなものから、まあ、オークションに出したり、そういった個人間売買のサイトに出したりして、まあ、これもね買取店、いわゆるブックオフとかハードオフみたいなところに持っていったら二束三文だと思うんですよね。でもそれを直接オークションに出したりして、まあ例えば、そういうハードオフ持っていったら100円のものでもオークションに出せば1000円で売れるわけですよね。これは随分えらい違いなんでね、まあ、あとカメラとかもね、もう今本当この撮ってるカメラはハンディカムですけれど、もうちょっといいカメラもあったんですけど、つい最近も360度撮れるカメラがあったんですけど、それもオークションに出して、まあ、それはね、2万円弱で売れたのかな、まあ、買うときは4万8000円くらいしましたけどね、まあ、そうやって物をお金に変えたりねしてきて、そして部屋が少しずつ片付いてきて、で最近思ったんですけれど、やはりこう部屋を整頓したりね片付けたりして見綺麗にするっていうんですかね、これって大事だなっていうことをひしひしと感じてます。ちょっとずつね部屋が広くなってきて、で部屋がやはり広くなってくるとお掃除もねちゃんとするようになります。食器もねもう食べ終わったらすぐに洗ったり、そうするとねなんか頭の中が少しずつどうも整理できてくるような気がするんですね。私がいつも尊敬してる先輩でね、ドクターコパさんっていう方がおられるんですけれど、この方がねよく風水の基本はねまずはお掃除からだってよくおっしゃいます。特に拭き掃除はちゃんとしなさいって。でやはりねやはり人生の先達というか先輩の言うことは正しいなって、つくづく思います。部屋の整理とかね片付けをきちんと、するとどうも、そういう日頃の考え方とか思考までね少しはちゃんとしてくるのかなっていうような気がしてます。まあ部屋とかね、物の断捨離だけではなくて人生、生活の断捨離っていうのもね大事なのかなっていうふうに思います。皆さんもねもし部屋が散らかってるなって、そういう方はねぜひ片付けで、あと結構ね物をねこう片付けてるうちにこれもう使ってないからいらないななんていうものがあったらね、それをオークションとかに出してみるとちょっとねハードオフとか持っていくと本当二束三文なんで、そういったものに出してみるちょっと面倒くさいですけどね、そうするとね割とね結構お小遣いになったりするかもしれません。私の場合は生活費なんですけどね、今日もね部屋を片付けて何かまたそういったオークションに出さなきゃと思います。今日はね木曜日ですか、お仕事の方が多いと思いますけれど、お休みの方もおられると思います。お仕事の方は元気でいってらっしゃい、お休みの方は良い一日をお過ごしください。それでは皆さんチャオ波にさらわれそうですね